特に人の名前をちゃんと発音できる大切さっていうのをこの動画でシェアしたいと思います Hey guys, it's Aiko with ShuaGirl この動画は日本,日本語で撮りたいなと思います 発音の大切さをちょっと話したいんですけれども特に人の名前をちゃんと発音できる大切さっていうのをこの動画でシェアしたいと思います自分のその失敗談から来ていますえっとですね私本当にカタカナ発音みたいな感じで一切発音が通じないところからのアメリカ留学スタート だったんですすすけれども大人になってからです、ね、23歳かららですでね23歳それでもうあの大失敗したっていうのたくさんあるんですよ発音に関しては。で中でもよく覚えてるのが人の名前人の名前を変な風に発音しちゃってなんかもう非難されたことがあったのでちょっとそれを紹介したいなと思います。で人の名前って本当に 難しいんですよねでしっかりと発音しないと全然違う意味になることっていうのは結構あるんですね特に日本語的なカタカナ発音とか綴りを見て想像して発音すると全く違う音になるっていうこともあるんですねでそれがたまにひどい単語になっちゃったりすることがあるんですでちょっとそれを紹介したいなと思います本当に今思うと本当にごめんなさいなんですけれどもえっとですね アメリカのカルフォルニアの超田舎の本当にちっちゃい短大に通っていた時に、えー、先生の名前で、あの、Doug、ダグっていう人がいました。あの、アメリカって先生でも下の名前で呼ぶじゃないですか。先生というふうになんかこう Teacher とか呼ばないで、その人の下の名前で呼んだりするんですよね。なので、えー、その先生の下の名前は d グ u g だったんですね。ダグ。 Dog 今は発音できますよ今は発音できますよでどういうふうに私が発音していたかというとこれつづりててくださいおう入ってますよねおうおうこれを見て私はなんとこの先生をですねドッ犬って <laughs> 呼んでいたんですよすごくないですかひどいですよねちょっとあの本当の発音記号はこの手話の「う」っていう音で「 これですね。この V の逆さま。だーげ。だーげ。これなんですよ。本当の発音は。でも、この綴りを見て、私は。どう、お、おで発音していたので、発音的には。これですね。発音記号、ちょっとわかる方。この違い大きいんですよ。これ、あ,あ、あ,あ、だーげ。だーげ。犬という意味になります。なので、人の名前。だーげ。 しかも先生ですよ先生の名前を、えー、犬と呼んでしまっていたというもう本当に、えーっとですね、あの先生は私がそうやって道具って呼んで犬って呼んでたんですけども先生は何も言わなかったんですねなんかすごい嫌な顔をしていたのは覚えてます嫌な顔をしていたけれども何も言わなかったんですね 何,何で分かったかというとえクラスメートが、えー、あのその先生あの結構仲良くってそういうふうに私があのその先生の名前全然発音でき,たできなかったのにすごい仲よくしてくれて仲良かったんですけれども、えー、とそれでその周りの友達がですね「いや愛子のあの発音はねひどいよ」「You calling him dog」なんかこう DOG みたいな感じでえっ、ー、と ひどいよね「犬って呼んでるんだよ」みたいなことを仲い,い友達からら教,教えてもらったんですねなんで「あの犬」犬っていう発音になるんだって言われてでもちろんそのあの私は日本人で英語話せないっていうのを本当にその時はみんな,なんかこう知っていって。 で、で、音楽つながりで当時あのピアノを通じて結構友達ができたんですけれどもなので音楽活動とか結構一緒にしてたり結構仲いい人たちはいたんですけれどもやっぱり私の発音がどうしてもたまにこうやってひどい発音になってしまうんですね他にもあ,、まあ、あったんですけれどもそれは他の動画で作りたいと思いますすごいもう悲惨な思いを何回もしてきたんですけれども自分が恥をかくならまあまあいいとしましょう いいとしましょう。でも自分が悪い言葉を発してしまって、それで間違ってその人の名前をそういうふうに汚いとか、なんかこう悪い単語になってしまっているっていうのは、他の人に迷惑がかかるわけじゃないですか。なので、あの、当時、私本当に、え、なんでド,ドックとダゲ、これ、これ、この、 この音の音違いい全然わかんないんなですよでアメリカ人の,その友達に聞いてもあーなんか違うけどこんな感じくらいしかわからないから何回練習してもドッグになっちゃうんですね私の発音が違うドッグじゃなくてダグダグそのうんとおの発音の違いが全然わからなかったんですよもうほんと発音のこと一切知らなかったのであの教える方もネイティブスピーカーも 発音自然とできてるから発音の仕組みって分からないじゃないですか。 私が日本人で、えー、と日本語の発音とか一切わからないようにアメリカ人もアメリカ英語の発音っていうのを説明できないんですよ。なので向こうも説明できないし私も発音の知識がないということで何度何度も練習してもドックになってしまうんですね。でなんか「うわダメだこりゃ!」みたいな感じですごいなんかもう最後諦められて終わるんですよ。それがいつものパターンだったんですけれども。でも人の名前は しっほりと思って本当に当時あのこういうふうに人の名前がしっかりと発音できなくってなんか嫌な顔をされるっていうことが結構あったのでその時はどのくらい音が違うかってわからないじゃないですか例えばこの違いとかアメリカ人にとってはすごい大きいわけですよ「d o ゲ g が「Dog」って発音されたら「犬」って呼ばれてるんですよなので あの全然違う音になるでもそれが本当当時わからなかったんですよねなので、えー、発音大切ですよっていう動画を作りたいなと思ってこの内容にしてみましたしかも人の名前ってとっても大切です私も愛子っていう発音が ああアキオとか、の男性の名前になっちゃったり「あきお」になっちゃったり「エアイお」とか呼ばれたり「えいい子」とか,なんか呼ばれたりして、うん、なんか全然違うんだけどっていうなんかそういうもどかしい思いをアメリカでしてるのであの、うん、そうじゃなくてアイコだよ「アイ子だよアイ子」っていう風に言ったりしてるしちゃんと。あの 名前なんてどういういうに発音するのとか聞いいてくれるる人もいるんですねなのでやっぱり人の名前ってしっかりと発音することを心がけると人間関係良くなるんじゃないかなっていうふうにちょっと思いましたすごい嫌な顔された経験があまりにも多いのでなのでもし、えー、そういうふうに名前の練習をしたい方っていうのはぜひ発音の練習とかも含めてやってみてくださいね。で大切なのは 綴りを見なないことなんでこれが「オになってしまったかというとどうしてもやっぱ綴りのが気にななったからなんですよねだからこれが頭に入っても離れなくなるとやっぱり口が「オになってしまって「オの音が出るんですよねなので綴りをなるべく見ないようにして発音記号とかでちょっと学んでいって耳からその音の違いを勉強するようにすると。 どんどん音の違いって分かってくるようになると思うので、えー、ちょっと、えー、アメリカに住んでる方は要チェックで練習してみてくださいねまあ、日本にもちろん住んでいても今あの英語環境で働いてる人結構多いんですよね私も発音コーチをしていてで日本の方が結構いるんです職場で英語を使うんですっていう方がすごく多いんですよねなのでそういう方は特に 名前,名前気をつけてくださいね特に仕事場で上司の名前とかあの上司の名前でも下の名前で呼ぶじゃないですかファーストネームで呼ぶじゃないですかだからしっかりと発音できるように練習してみてくださいね we can do it 大丈夫できるようになりますもし今、えー、とそういう発音が通じないというので困っているという方はえっ、ー、とですね12月の7日に 人気ユーチューバーのユミさん、えー、ユミズイングリッシュブーキャンプのユミ先生と一緒には、えー、と英語発音ウェビナーというのを行います。90分間です。で、このウェビナーでは、なんで通じないことがあるのかっていうのもシェアしたいんですけれども、その大きな内容は、 どうやったらネイティブスピーカーに通じる発音を身につけることができるかというそういうポイントにフォーカスしていきたいなと思います。もちろん自分自身の経験から来ています。本当に通じない、えー、なんかこう、通じないならいいんですけれども、 全然違う音になってしまって全然とんでもない単語になってしまうとかそういうことがあるっていうのを自分自身経験してきてるので発音ってすごい大切だなというふうに思いますで発音が上達するとリスニング力も上がりますこれは自分で経験してきたんですけれども本当に耳から覚える単語も増えるし あのリスニングもどんどんんん良くくなっていくんですよねでそうすると耳から覚えてそれが発音できるようになるしで自分が発音できるようになるともっと聞こえてくるというすごい相乗効果がありますので発音を教えてるんですけれどもこの、えー、発音ウェビナーでは大人になってからでも発音勉強するのは可能だよっていうの本当に 本当にあの多くの方に知ってもらいたいんですねそうするとリスニングもすっごい良くなってきますそれもあの経験したいという方ぜひぜひこのウェビナーに来てみてください詳細の方は概要欄の方に、えー、ありますのでぜひチェックしてくださいねゆみ先生あの今年の五月 にあれ4月の後半かなにハワイにいらしたときに動画を一緒に作ったんですよね。なのでそちらの方のビデオも概要欄の方に貼っておきますのでぜひチェックしてみてくださいね。Alright, so thank you very much for watching and I'll see you guys in another video. Bye!